ささんこんこにちは、ですさあ本日、えー、と3月の28日土曜日ということで、えー、と3月も終わろうとしておりいよいよ拳ファクトリーというグループが解散に向かった2日前ということになりますちょっとどうしても、えー、取り上げておきたい、えー、女の子に絞って申し訳ないですけどお届けしたいと思っておりますレイレイ井上レイについて今夜は少々お話を聞いてください えっとね彼女僕最初に、えー、意識をしらしたってなんか変な感じですけど意識をしらしたのというのはウィークエンドサバイバーというねえこぶしファクトリーが2015年に行った演劇女子部の演劇なんですねその前知らなかったかと言ったら知っちゃいたんですけどなんというかまあそんなにグッとくる ところのポイントを抑えるまで僕が探求していなかったっていうのが、まあ、可能性としては大きいですね。でレイレイ、えー、どんなふうな、えー、イメージで最初は入っていったかというところなんですけどちょっともう俺の話ばっかりで申し訳ないけどまあ理論的なところは後で付け足しますよ。えっ、ー、とレイレイがち当時まあ今大きいんだけど当時小さくてで やっぱちゃん、漏れなく浜浦綾乃どんな感じなのかというのを見に行くっていうのが、まあ、僕の場合スタートだったんですけどどうもねレイレイがね動いて喋ってると形がタイプなんですよね <laughs> もうこ,この一言でほぼほぼ決まりなんですけどまあタイプなんですよね。 でこれはっっったななと思ってちっちゃゃいい女の子じゃないですかでそこでタイプ始まるとまあなかなかあの決め球がアウトコースかインコースかどっちかわかんないぐらいちょっとストライクと言ってもらえないやつだと思うんで、ね、そんな普段配慮してないんですけどそういうことは全然全くベストを持ったハローはあのちっちゃい女の子だからどうこうっていうんではなく歌と 本当に曲のキャッチするセンスこれ早い遅い関係ないんでそういう能力があるどんな感じなのっていうふうに見てるはずなんですよただこれね20年ぐらい見てると怖いっすね1人ぐらいタイプって出てくるんすよ20年いてタイプなのレイレイだけっすよ <laughs> うっせーよねこれうっさいよねそ,そういうことなんですよ ででタイプと推しそこから入りましょう。推し皆さんこれあの男性ファンの方々って半々に分かります。タイプと推し別あー分かる分かるっていう人といやそんなえー、国永さんそんな感じでえー、みたいな <laughs> 違うもんでどう違うか説明しましょう。僕推しって言ったら多分なんですけどカリンとかなんですよ。 でカリンなんでかって言ったらかりんが何をするこれをするっていうこと以前にかりんの才能能力になんか惚れてるところがあってでなんかちょっと別のところ僕らとはちょっと違うところを見てる感じでそれは音楽とかで表現してくれたりするしアイドル的な方としても素晴らしいしっていうようななんか文句つけらんないんですよあとはもう応援するだけみたいな感じですね僕それそういうふうな感じでかりん見てますよ でじゃあタイプじゃ国尾さん金沢智子なのじゃないかとよくこういう話になります。で金沢智子は金沢智子さん金沢智子は智子か智子金智な何でもいいんですけど全部言ったねえっ、ー、とねなんか一緒に飲み行ったり話したりしてる感じで上がってくる風な魅力があるんですよね。これ伝わんねえかもしれないけどなんていうのかな。 くど,くどかないであろうということがもうダメだねこれね <laughs> 言う。ういうことですよ要は、うん、仲良くやれそうみたいな多分多分ダメだなこの言い方な、うん、しょうがない、えー、でもそういうことですじゃあレイレイはどうなのっていうふうにしたら、あのー、タイプなんですよねこ,これでもう分かってくれないと今度またやり直した時に言い訳しますさあじゃあ続けましょう井上レイちゃん えー、じゃあそういう女の子なんだけども当然、えー、歌踊りそしてさまざ、あ、まですよね表情パフォーマンスそういったところで魅力がないわけではないから、えー、好きなのでございましてじゃ簡単に私の略歴を紹介しましょう。アイドル好きになるところで言うととタイプということですよね私ちょっとこの頭の方に掲げてください可能性があるんですけど田村絵里子さんという女性が好きなんですよ。 まあ、ずっと好きだったんですよ子供の頃からねでこれはさ話分かれると思うんですけどちょっと似てんすよね <laughs> ねこれ分かれると思う悪い悪いごめんもう僕の場合つながっちゃってるんででレイレイがエリリンあのハローの好きな方々エリリンと言ったら亀井だろうと「いや俺のエリリンは田村なんだよ」 で田村と言ったらメイメイだろういやー俺の田村はエリコなんだよということからなのでこれもお許しいただくということでお願いします。で、えーとまあ、タイプがつながりで歌声もいいで歌声がねこれね明るくドーンではなくどこか闇を駆け抜けている感じがするんですねうまくねえな <laughs> そういう感じがするんですね。でその中でそ中ちょっと なんか入ってくる光みたいなのがうま眩しいというよりキラみたいな感じなんですけどそそれれ持ってんすよそれいいんすすよよいいね,ねちょっとこの抽象的が連鎖する話にな,るなりがちですけどこのねやっぱタイプっていう言葉です推しとあの好きなタイプが違うっていうところに話はまだ続いてるわけなんですけど。 タイプっっってててね冷静ににもうう技術面なななんんんいいの話入だことがよく分かった例です僕松浦綾ですらちょっと技術面とか今日の体調とかこんな感じの声だとかっていうのを言いたがり,なんすけ言いたがりだったんですけどレイレイの場合もうね「あレイレイ今日もレイレイで会ってくれた昨日より今日のレイレイの方が美しかったああよかったな」っていう感じですね。 ほんとそうなのこれで歌がうまかったとか技術がどうだったってことあんまりあんまり来てなくてあ今,日今日の『レイレイ、まあ』やっぱり昨日より良かったなって今日も今日も可愛いなっていうねどうでしょうねこれ撮るべきだったっすかねこの <laughs> 映像自体でもまあまあ あの拳の解散前ということなので、真面目なところもちょっとお話ししていきましょう。レイレイがどういう風うにして拳ファクトリーという歴史の中に、えー、存在して。僕にどう映っていたかというところも、ちゃんとおまけしながら進めてまいります。レイレイ拳ファクトリーでポジションというところ、大きくこれ三つほどですね。三つご紹介しましょう。やっぱ一つは。これ結果としてというところと結びつくと思うんですけれども。まあ、浜浦綾乃に、浜浦綾乃の隣に置いて。 輝くポジションをゲットしたということでございますこれ結果としてというところでありますから最初はどううだったかと,いうところに行きましょうやっぱり8人組のスタートだったものですからレイレイ自身が頭角を現すというのの中で最初のナンバーツーであったかというところは僕は疑問はありましたそれはなんか出演のシーンとか様々で証明されてくると思うんですけれども まあ特にウィークエンドサバイバーとかの段階ではナンバー2ではなく3番手4番手ぐらいな立ち位置だったと思っています、まあ、ウィークエンドサバイバーでたくさん喋ってもしょうがないので拳の作品の方にいきましょうで拳の作品の方で言うとポジショニングはととても良かったと思います。年には年なんかで忘れんなアンブレラのあのビデオの1シーンだけでもまあ軽くバズってたというのもあるし美しかったですよね 少女なのに美しいっ大人になった時のなんか雰囲気が想像できるっていうのは、これハマちゃんと違った気がします。ハマちゃんってなんか大人のお姉さんになった時の雰囲気がちょっと想像しづらい感じだったんですよ。でもレイレイはなんか想像できたんですよね。もうこれがうーちょっと僕の主観が入るところかもしれないですけど、一つ他の子と違って見えたところですね。まあ、これスタートの段階から。 拳は太い、おお、なっちゃった、ちょっと待ってね早かったね、今撮影してた。で、入って、ちょっと待っててください。一六五七をして三回です。すいません、もう、今日ね、この後、パーティーをやる予定で、まだ時間早めだから、大丈夫かと思ったら。甘かった じゃあ続けましょうえー、とレイレイの話ですけどもな自分自身がどういう風うに見ていたかっていうところは先ほどのような感じこぶしファクトリーの中でどういう風うにしていったらいいかっていうのは僕が考えていたこぶしファクトリーというのは比較的浜ちゃん中心としたグループになるんじゃないかだったんですよでもそうじゃなかった結果というのに気づくわけですね、えー、それはもうここのビジョンというかわちゃわちゃ感も含めてですけど まあ僕には美しくも映ったし、えー、今までいない感じのグループそういうふうに見えましたでまあじゃあ2つ目、えー、とレイレイの魅力というところコぶシファクトリーのところで言うと2つ目ということに入りましょう2つ目はあんまり僕も気づかなかったんですけど割とタレント向きなところっていうのですよねこれはオハスタとかそういったところで確認できたんですけどタレント的な部分とは何なのかっていうことなんですがもう単純に タイプとか言っといてあれだけど画面から映えるりがいいっていうことですよなんか画面映えすんな動画映えすんなみたいなまあ同じかもしれないけどこれってコンサートとかハローのメンバーの映え方とテレビでの映え方って何て言うかな役割そして映り方捉え方が違うと思ってくれれば幸いですまあこれが2つ目。で3つ目はこれ 5人になってからの「こぶしファクトリー」で言えることだと思うんですけど5人になってからできることっていうのがレイレイは格段に増えます、まあ、努力したからですけど特にもう皆さんご存知なのはこれは手に入れてアイドルらしさも残しながらですけれども最初はレイレイをボーカリストとして無駄遣いなんじゃないかっていうのも思いましたがうんそれは結果としては。 彼女が今後ハロープロでもやっていくというところに繋がるんですけどやっててい何が言いたいかというとレイレイ自身が新しいものに挑戦していってブランディングですよね自身のねそういったところが知らず知らずなのか分かってやったのか決めてやったのかは存じませんけど着々とでき,てできていたことそしてそれを見せてくれていたことっていうのを僕はなんか拳ファクトリーの5人組で感じてたんですね。 まあこの大きく3つですよでじゃあこっからレイレイがあのもう時間も来てるっていうのもあるからこっからレイレイがどうするかっていうところ三3月30日に向けてこれをお届けしたい動画だったのでえっと憶測含めてになりますけどもそれでまとめて今日はひとまずおいとまとしましょう。えー、3月30日解散コンサートコブシャクトリーがあります。もう僕はそ,れその場所で 処遇出るかどうかは分かりませんけど出るんじゃないかと思って見る見るわけですよ、まあ、その後すぐかもしれないけどねでこぶしファクトリーの井上イっていうのはもう功績間違いなくナンバーままで行ったと思いますそして美しさというところで言えばこぶしファクトリーの中でこれ順位優越をつけたいんじゃなくてタッチ位置とととしして確確実に確立したということですでそれは間違いないと思う。 でその子がビジュアルとかルックス面で他のハローのメンバーグループと一緒にやるということより僕は技術面というところで選ばれて他のグループとかに所属するんだったら所属新しいグループを作るんであればそれを作るそういう子だと思っていますこの技術とは何か単純に先ほども申し上げましたけどボイスパッカーションだったり新しいことに挑戦していってそれを自分の長所にするそれが 簡単ににやってるるよように見えるんですよ簡単なわけないのにでそういうことが後輩であったり他のグループのところに与える影響っていうのが美しさより何倍も大きいい子だと思いますねでこれができる子っていうのもハローの中で限られてますでしかもちょっとシャイなところがあってなんか慣れ合わないような雰囲気もありとはいえおどけた少女のような表情も持っています 多分彼女の行き着くところというのは、よく考えてください。まだ18歳です。まだまだ先です。で、まだまだ挑戦中です。だけれども、後輩に与える影響力っていうのはもう十分、背中見せられるだけのものがあると思いますね。拳ファクトリー井上霊。えー、この春超えたところで、 今,今見ておいて一番楽しみが共有できる女の子だと思います。まあここというのをこのタイミングで皆さんと一緒に語れるなんてことができたら3月30日も含めて幸いでございます。ではこの辺にいたしましょう。本日は講師ファクトリー井上麗ちゃんに関して半分も言えてない感じなんですけどちょっとイントロダクションだけでもお届けしました。おそらく卒業後後にまた今後のレイレイみた今のみいなことで 特集したいと思ってますんでその時もまた見てねじゃあまた良いサタでないと